皆さんこんにちは、リオの萩原です。今回はですね、アジング、これについて説明していきたいと思います。それでね、これからアジングやってみたい方、それとかまあ餌釣りをやっててね、ちょっとアジングの人隣でやってて釣ってるな、俺もやってみようかな、そんな方、そういう方々におすすめのアジングのね、入門セットっていうのがありますので、今日はねそれを紹介していきたいと思います。こちらですね、でん、初めてのアジングセット、こちらはですね、最初からワンボックスの中にワームが3型、それとねジグヘッド、これが入っていますので、これさえ買ってもらえれば、当日すぐ買った後すぐですよ、釣り場に行ってアジングをねスタートすることができます。はい、まずボックスを開けてもらうと、ワームがいっぱい、ジグヘッドもありますよね。ここでね、アジングに一番重要なこと何だと思いますか？ズバリですね、ワームとジグヘッド、針、これをねまっすぐ刺すこと、これです。なんでね、ワームをまっすぐ刺さないといけないか、それはですね、左右のバランスが悪いと動かない。ワームとジグヘッド、これがまっすぐ刺してないと綺麗にワームが動いてくれない。綺麗に動かないということはアジからも嫌われやすい。なのでまっすぐ刺す、これだけです。まっすぐ刺すだけですよ。なので必ずワームはねまっすぐ刺してください。じゃあ早速ですね、ワームとジグヘッド、こちらを刺していきたいと思います、ね、ジグヘッドにワーム、ありますね、ジグヘッドとワームで、最初に刺す点、ワームのね真ん中、ここですよ、ここ真ん中、ど真ん中に針先をちょんと刺しましょう。ちょこっとだけ、こういう感じ、こんな状態ですね。でこの時に針の抜く位置、それも目安ができます。ここかな、ここのね、I、丸っこくなってるところありますよね、糸を結ぶところ、その内側、それが針先を抜く場所あります。同じここですよ、ここ、この位置、ちょうど今の映ってるワームでいうとくびれてるところ、そこが抜く位置になりますね。でまっすぐこう、この状態でまっすぐ、心を正してまっすぐですよ、まっすぐ針を抜いていく。で針先をさっき見た位置、ここで抜く、この状態、こんな状態ですね。それで残りを押し込むだけですね、こんな状態、